はい、どうも皆さんこんにちは。ミニマリスト・ダンサーのマイペース男です。はい、前回はですね、夜8時から10時まで2時間で3件というね、惨敗結果に終わったので、今日はね、昼間からね、フルタイムというか、昼間ランチピークフルでね、何件いけるか、またショートドロップ案件狙ってやっていきたいと思います。本日は5月26日。昨日今日と結構天気良くてね、夏日でしたね。昨日よりは涼しいけど、今日もね、20度超えの気温になってますね。いや、丸飛ばしの上はね、風が気持ちよくてね、涼しいんだけどね。はい、とりあえず11時22分です。1軒目ピックアップしてきました。これから配達行きたいと思います。2キロ案件です。はい、1軒目完了したんで、また武蔵小杉駅に戻ってます。はい、2軒目マクドナルド案件を受け取りました。 1.8キロ案件です。行ってきます。はい、2件目配達完了で、3件目受け取りに向かってます。いい感じにショートドロップ連発します。はい、3件目受け取りました。こちらが 1.9 キロ案件です。はい、3件目配達完了からの4件目になったので、また武蔵小杉駅に向かいます。4件目ピックアップしました。 1.2 キロですね。今日初めてのね、お店で、アイヤさんってとこ、アイヤさんとお店でね、和食屋さんでピックアップしてきました。4件目配達完了と同時にですね、5件目6件目のダブルピック入りました。2件で 3.5 キロというね、なかなか美味しい案件を取りました。ピックアップしてみたいな。はい、今ね、お店の前にいるんですけどね、ちょっとだいぶ待ってますね。やはりこれ10分ぐらいは待ってるんじゃないですかね。これはちょっと配達調整金に期待ですね。はい、ようやくダブルピックの2点助かってきました。というわけで1軒目が 1.5 キロ行ってきます。ダブルピック1軒目配達完了、2軒目 900m って行ってきます。今日も天気がいい。いや、暑すぎますね。はい、こういうね、ちょっとした変わった道好きよ。いいね、涼しげでいいね。去年はな、埼玉でこの時期やってたんだよな。いつの間にかね、東京を引っ越しちゃいましてね。早いですね、時間経つのは。まあ、ここは神奈川なんですけどね。はい、ダブルピック5件目、6件目配達完了して、次のね、7件目、8件目ダブルピックまた、ジョリーパスタさんから来たので、向かいたいと思います。調子いいですね、今日はね。はい、じゃあダブルピック7件目、8件目お預かりしてきました。ジョリーパスタさんはね、紙袋でね、商品を売った、お預かりしてくるんで、カバンの中に入らない時があって、すごくね、そこが心配だったんだけど、まあ、ダブルだったけど、片方がね、少しの商品だったんでね、あまりかさばらずになんとかカバンに入ったんで、よかったです。というわけで配達先が 1.8キロ。このね、1.8キロ、このご自宅ね、実は昨日配達してるんですよね、夜。あのね、特徴的な詳細文だったんで覚えてました。今ね、ダブルピック7件目8件目のうちに、ね、7件目をお届けしました。玄関先で受け渡しだったんだけど、お客様もね、僕のことね、覚えてたみたいでね、まあ、昨日の夜なんで ね、昨日に引き続きありがとうございますって言われて、いや、こちらこそありがとうございますって。いや、なかなかね、まあ、よく届けるマンションだなみたいなのあるけど、一軒家で2階、うん、同じ一軒家に2階届けたのは初めてですね。しかもね、その夜やってその次の日の昼間に届けるっていうね、多分そんな向こうも昨日も注文してね、で今日も注文したらまた同じやつが届けに来るなんてなかなか多分ないと思いますよね。多分お互いに不思議な経験をしたんだと思います。なんかね、お客様もね、すごく感じのいい方なんでね、もうむしろ専属配達員になりたいぐらいですよ。ウーバーさん、そういう制度ください。はい、では18件目、ね、お届けしたんで、武蔵小杉に帰りたいと思います。はい、というわけで8件目配達終わって、また鳴りが止まったんでね、一旦武蔵小杉駅に向かいたいと思います。いやー、風が気持ちいいです。走ってればね、涼しいんですよね。はい、また武蔵小杉駅の方に戻ってきましたが、鳴りません。時間は1時50分なんで、あと1時間ぐらいですね。とりあえず自走したいと思います。またダブルピック入りました。で9件目10件目スープ屋さんでね、スープ2つピックアップしました。今回は 4.6キロ、ちょっと今回 4.6 キロとね、遠い案件だったんだけど、まあ2件なんでね、まあいいでしょうということで、
というわけで今回初の横浜市の日吉の方に向かっていきたいと思います。ダブルピック2件のうち1件目、9件目の配達完了しました。次は 1.8 キロ、10件目向かいます。はい、じゃあ9件目10件目のダブルピック全て配達終わったのでまた武蔵小杉の方に戻りたいと思います。時間が2時25分なんでね、ちょっともうあと30分なんで、もしかしたらちょっと厳しいかな、この後はね、まあ、ここから4キロほどあるんでね、まあ、うまいこと帰り道に配達ができればいけるかもしれません。ではでは、今ね日吉なんですがね、帰りがけに日吉からね、あの高津区の方へのね4キロ案件が入ったんで、スターバックス行ってきたいと思います。多分これが最後の配達になると思います。いやー山だな、田舎だなマジで。日吉駅着きます。あまり見えない。はい、ではおそらく最後になるであろう11件目ピックアップしてきました。スターバックスさん、はい、配達先2キロです。行ってきます。Google マップでさ調べると2キロでほぼ平坦って書いてあるんだけどさ、どの辺をもってこれが平坦という扱いになってんだかな。もうずーっとこの坂道だぞ、これ。これ平坦か。意識高えな。いやー、これはこれで、ボーナスタイムとしてはいいんだけどさ、スターバックス背負ってるからさ、ちょっと怖いんだよな、これな。うわ、いやー、この傾斜きついぞ、これ。スターバックス背負ってるからね、こっちは。これ商品の確認だろ。よいしょっか。大丈夫でした。はい、では全ての配達終わったんで家まで 6.6 キロの道のりを頑張って走りたいと思います。いやー疲れましたね暑かったからね今日は。はい、お疲れ様でした。というわけで本日の成績発表します。本日3時間58分、4時間ですね、4時間で11乗車4413円の成績でした。はい、本日も昨日に引き続きチップはもらえずでしたけどね、まあ4時間4000円かな、まあギリギリ最低ライン乗っかったかなみたいな。前ね4時間で7000円とかね8000円とかもね行ったこともあったんでね、まあそれに比べちゃうとねちょっと4000円ですけど、まあでもショートドロップ案件で件数は11件とね、まあまあ行けたんで、まあ12件13件行きたかったけど、まあでもいいんじゃないですかね。というわけでこんな感じでショートドロップでね件数稼ぎながら今月はダイヤモンドを目指していきたいと思います。というわけでこの動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、ベルマークの通知オン、よろしくお願いします。じゃあ。